2009年大晦日、いいじゃないか、お得だ、ラストライブの会場、イオンモール草津です。さあご覧ください、ラストライブ、アミンチュアイジにありがとうの気持ちを込めて一緒に歌おうと会場にはたくさんの人が駆けつけてくれています。2階も3階も、そしてフロアには一体何人の人が今いらっしゃるんでしょうか。さあライブまであと残り5分を切りました。時間が経つごとにボルテージ、そして人の数はもうどんどんと増しています。今日は一体どんなライブになるんでしょうか。以上、ライブ直前の盛り上がる会場からお届けしました。生親父、いいじゃないか、男だ、ラストライブ完全生中継。このライブのラストに何が待っているのか。滋賀県の親父が日本中の親父を応援する歌、いいじゃないか男だ。紅白に出てそれを成し遂げよう。アミンチュ親父はそんな夢にチャレンジしました。たくさんの親父で歌って、歌力を紅白関係者の方々にアピールしよう、そうテレビで呼びかけたら、51人もの親父さんが参加してくれました。みんなで公開 CD 収録を行い、8月15日にはとうとう CD ができました。そんな時、思わぬ追い風が吹きました。 NHK の全国放送ニュースウォッチ9でアミンチュエイジのドキュメンタリーが放送されたのです。9月には137人まで増えたアミンチュエイジ、もっと夢に近づくために、駅前や地域の祭り、県外へと出かけて歌いました。全国のテレビ局にも協力を要請しようと、アミンチ親父の一人、琵琶湖放送のマスターアナウンサーは自らハンドルを握り、全国20局の放送局を案内し応援を集めました。移動距離は延べ 6600km です。しかしそれでも山は動きませんでした。まだまだ親父の人数が足りないのか。そんな時、ふと辺りを見渡すと、いつの間にか親父だけでなく、子供や奥さんやご年配の方まで、いいじゃないかと歌ってくれていました。本当の歌力はここにあるんじゃないか。そう気づいたアミンチュエジは家族1000人ライブに挑戦しました。運命の日、11月8日、ライブに集まってくれたのはなんと1206人。その中には加田県知事の姿もありました。取材マスコミ陣は13社、テレビカメラは9台、20を超える全国のメディアにニュースとして取り上げられました。もうアミンチュエイジの声はこの時すでに全国の親父さんに届いていたのかもしれません。藤井組や BBC のオフィスには全国の方々から問い合わせの電話がひっきりなしにかかっていたのです。本当に紅白歌合戦に出られるかもしれない、参加者の誰もが希望を感じていました。しかし12月6日、アミンチュ親父の紅白の出場はならず、の一報が関係者筋の方から届きました。その日をもってアミンチ親父は公約通り解散しました。でも本当にこれでいいの？あんなに追いかけた夢を、あんなに歌ったこの歌を、このまま終わらせたくない。そんな思いで応援してくださった方々が会場に集まっています。いいじゃないか男だ、この歌は今日どんなラストを迎えるのでしょう。ぜひ見届けてください。いよいよラストライブが始まります。皆さんこんにちは。こんにちは。
か、お正月準備皆さんいいですか？この時期にこんなに人が集まるというこれはニュースですよ。滋賀県で今何か起きているというのは間違いないようです。さて今日のライブはこれまで応援してくださった皆さんに感謝の気持ちを込めたお礼のライブです。ですから主役は私の後ろにずらっと並んでいる親父さんたちはもちろんなんですが、会場の皆さん、2階も3階もそしてテレビの前の皆さんが主役です。いいですか、ボルテージ上げてテンション高くいきますよ。イエイ。それではいいじゃないか男だラストライブスタートです。いろんなところがかっこよくなりましたね。ずいぶん貫禄がつきました。さあ、じゃあアミンチョエジから一言皆さんへ、そしてセレモニーがあるようです。今日はどうもありがとうございます。最初のレコーディングの時にはもうどうしようかと思ったんですけど、なんとか半年でこの形になりました。だいぶ余裕が出てきました。自分の人生の中で、なんか一つ自慢できるものができたと思ってます。皆さんもそうだと思います。関係者の皆様どうもありがとうございました。今日も頑張るぞ。いいじゃないか男だ、この歌を通じて、滋賀県中いや日本中の親父さんたちが元気と希望を与えられたと思ってます。僕たち、アミンチョ親父は、今日で解散となりますけども、いいじゃないか男だ、これから先も日本中を元気で明るく盛り上げに行ってくれると思ってます。ありがとうございます。7月10日に、公開録音初めて参加させていただいてからいろんな経験させていただきました。スタッフの皆さんありがとうございました。この2009年私にとって特別な年になりそうです。応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。アミンチョ親父行きますよ。それでは解散宣言。私たちアミンチョ親父は12月6日をもって解散しました。ありがとうございました。今解散宣言が行われ、リストバンドが外されました。アミンチョの皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。見てください、この親父たちの晴れやかな顔、ね、明日からは新年です。また新しい顔で新しい OS として滋賀をそして日本をクイクイと引っ張っていってくれることと思います。アミンチョ親父もう一度